そうしたらね、ここにまずこれを取り付けますんで、ベルトの下に入っていきますんで、斜めにね、切ります。こうですね。これを斜めに切って、こんな感じかな。で、瞬間接着剤を使って、で、このまま斜めに持ってきて、で、この辺かな。ちょっと切ります。で、ここの下もね、瞬間接着剤つけて、あと、はい、ドロドロの方を塗りまして、で、これの、ここですね。このチョボがこの先に来るという設定ですんで、それを一応合わせるようにして、貼り合わせます。こうですね。あとは先ほど彫ったね、感じとそんなに狂わないように。で、動かなくなりましたので、先につけたいと思います。まずですね、こっちからここへね、伸びる分ですね、これをつけたいと思います。これですね、これの先についてるんですけど、だからどこかな、これか。これですね、ここまで来てますね。ここまでモールドが来るんで、こっからですね。こっから、こうつなぎます。まずこっちにつけましょうか。瞬間接着剤をこちらにつけまして、ここですね、この辺かな。そしたら、長さがここまでですんで、その長さにカットします。先につけて、で、こうですね。で、これは今度結構下の方に行くはずなので、この辺かな。はい、つきました。あ、違うな。ここやね。これやね。ここにあるんちゃいますね。もう一回。まあまあ、こんな感じですね。はい。で、まずですね、ここの先を、斜めにカットします。このくらいかな。で、ここに持ってきて、こう、ここにはめると。こういうことですね。ここに当てるんですね。ここに。もうちょっと斜めでもいいか。よいしょ。最初は少し長めにちょきっと切りまして、で、ここにこうね、斜めにちょこっとこう、ここのところに斜めにね、ちょっとついてるので、これを使いますので、これになるようにちょっと斜めにしながら実物を合わせてみます。持っていくと、合わ
せて、よいしょですね。ちょっとまだ長かったのかな、なんかダラーンってなってますよね。もうちょっとピシッとなるように、ちょっと張りつつ、そしたらね、まだ少し動くんで、ちょっとこう動かしてピッと張ったりしながら、はい、出来上がりです。